はい、皆さんこんにちは、ミコミックスです。ドラクエビルダーズパート22 かなやっていきたいと思います。今回は銀を、求めて坑道に潜っていくんですけれども、ゴーレムにね、乗れるようになったんで、ゴーレムに乗って、坑道の中まで入っていきましょう。これもここから入っちゃっていいよね。入っちゃってっていうか乗っちゃって。押していくぞ。怖いもんなしだな、もう。それからこいつトロッコ乗れないよね。ジャンプもできる。いけ！背が高いといけねえわ。しかもさ、すげえ視界が悪いんだけど、でかすぎて。これでいいじゃん。これがいい。銀が取れたのはここ。きっとこの岩の壁の奥にもっともっと銀があるはず。これ一回さすがにこれは壊せねえかってやったやつだな。いい気分。お前、俺の操縦うまい。なかなかテクニシャン。さあパンチ繰り出して岩の壁壊そう。ファイヤーオッケー。あれもっと壊す。やったぞ。カチコチの岩の壁壊せた。俺力まだ弱いけどもう少し頑張れる。このまま奥まで進む。ここもか。ほら、あ、まだあるね。ここら辺はいいでしょう、別にそんなに探索しなくて。で、はい、ほら、いいね。動こう。俺もうダメ、活動限界。俺の姿まだ仮、力もまだ仮、俺ここまで。ゴルドンは俺たち荒くれが町まで運んでおく。あんたらはこのまま進んでくれ。よし、このまま先へ進むぞ。銀の鉱脈を探し出す。行こう。じゃあ頑張ってくれ。なんかこの下にありそう。あの鎖を伝えば下へ降りられそう。すげえ、だいぶ施設になってんな。あの下多分坑道の深部。俺たち荒くれも初めて行く場所。怖い。あ、昔はね、でもここ使われてたって言ってたからね。すげえ施設だな。めっちゃ揃ってんじゃん。お、下かこれが。ジャンプ。下に降りたら雰囲気が変わった。金や銀があるか。多分そうだ。恐怖と興味と恐怖で震え止まらない。アングルが悪い。導きの玉がある。坑道を進むにはワープをうまく使うことが鍵。あ、鉄の剣作ってね。そういえば向こうに道がありそうだ。どこにあっていった。あれか。まずは触れておきましょう。左に青いキノコがあるね。昇降基地。これ何？しめじか。はあはあはあ。これは買って光るツタの実。まあ初のアイテムなんで少し回収をしていきましょう。で、これは毒消し草が作れるキノコ。あ、いっぱいあるわ。光るからさ、なんかいいの作れるのかな。なんて言ったって食料不足だからね。これからもね、毒消し草は作ったんだけどね、ただ食材は作ってんだ。これ何？ちょっと待って。壊せる。結構硬いな。あ、石になるだけか。これ欲しい、この実が。よし、では話しましょうか。この先にものすごい銀臭がする。でも少し暗くて見つけにくい。壁沿いに消えた松明がたくさんある。火をつけてきてほしい。少しでも暗いの怖い、魔物が出てきたら困るから頼みますと。念のためにこいつを渡しておく、タイマーです。6か所火をつけたら知らせてくださいと。あ、お化けキノコがいる。倒していこう。いてー、毒になった。毒消しソークを、はいで松明ね、松明どれだ、あった、火をつける、ほうほうほう、なるほど。でキノコは回収していこう。お化けキノコの指導がドグなった。これ何キノコ？あ、普通のキノコか。あ、ここにあんちゃん。2つ目3456だね、あと奥の、まあ、一応いけ、出てきた。障害を排除する、取り押す、まあ、毒は大したことないね多分。ドラクエの毒は毎回大したことないからね。あれ？待って、毒って何？松明。あ、ここか。ん？あとどこだ？あれ？なんかどこにあるのか。あ、あった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 。火をつける、よし。あ、もしかしてキノコはお化けキノコに化けてるとか。火をつける、あと1個奥か。ああ、資料でもなんだかんだ言って減ってんな。毒のせいか。あれ、回復してる。あいつがいるな、カンダタみたいなやつ。でも強くはないからね、正直。ちょっと俺もいて、オッケー。まあ107か、それなりには持ってんね。で、OK、6箇所火をつけましたと。これで来んのか。なかなか勇気があるじゃないか。いくら松明がついたとはいえ、モンスターの中を一人で来るとは。なんかだいぶ広いところに出たね。待って待って待って、話せるじゃんあいつ。やる気にも火がついた。銀5個、荒くれを銀の鉱脈で働かせること。よし、先へ進もう。少しくらい消えた松明があったら照らしていけと。松明でも見づらいから分かりづらい。ハーゴン教団の魔物がいる。なるほど、はい。いや、強え。約束を、くるくるくる、待って待って待って、必殺技使えるのはちょっと持っておいた方がいいかな、すぐに使うんじゃなくて。よし、魔物の群れを倒したと。教団のやつはずいぶん暇なんだな。地下でも物を壊してる。あれが銀、ちょっと鉄と見分けがつかないんだけど、ちょっとここら辺回収していきます。これも回収した。あー、導きの玉があるね。 OKOKOK、 よし。南西行動にワープ。ここら辺のものを食料として調達していかなきゃ。まあ、そこそこ紐はだいぶ溜まったね。アイテムがある。え、薬草って入れられんの？入れてみようか。ちげ、入れられねえし食ったんだけど。どれだこれ？間違えた。これすぐさ変わっちゃうから。買った銀をゲット。お、レシピをひらめいた。銀のインゴットそのまんまだな。キラキラしたやつ銀。よし、いくつかお銀が5個集まった。ここに銀がある来たこいつはたくましいな。何気に夕方の報告会で銀の上がりも出る。3000個。やれやれだぜって感じだね。導きの弾がある。大丈夫。ひとまずこれで終わり。一度地上に戻るか。まあ、上がりで銀をもらう方が多分効率は良さそうだな。鉱脈が少ないからね。1個ずつ食って、まあ取れるもんはちょっと取っていくか。じゃあせっかく来たからこれで10個。よし、これでじゃあ帰ろう。拠点に。オッケー。さて、ここからちょっとね、忘れないうちにね、ごめんね武器を作りますわ。鉄の剣、銅の剣は40でしょ。銅いらないから鉄、これを装備。よし。おお、ハゲ。ちょっと待って、お前どこにいるんだ。銀の鉱脈を見つけた。必要なら自分で掘ってもいいが、毎日夕方に荒くれからももらえる。過疎部分に行き着いた。大昔に開かれた俺たちにとっても未知の階層。坑道の仮想はこの島の総本山。うん、金も銀もお宝もきっとある。てかまださレベル上げられないってことは満足度が大して高くないんだね俺ら。ちょっと待ってね。まずはこれを入れる。料理する。あとこれも料理する。あいつトイレに行った。俺に話したそうだったのに。悪いな。ちょっとトイレから召喚するわ。レベル上げられそう。あけらね。あと14かよ。じゃあちょっとこいつゴルトンパンチで道を開いて新たな階層に進んだ。プールを作ってやる気を出してもらわなければ鉱石の採掘量は増えません。この辺りゴージャスプール作りを少し進めていただけないでしょうか。カウンターテーブル5つ、石の椅子、シェイカー、銀の水差し、銀タイルの壁を先に並べればきっとうまくいくでしょう。バーセット OK。 もう1レベル上げないと無理だな。これは高級カットフルーツ。これは極上焼きキノコ。へえ。じゃあちょっともうここら辺のものはしまっちゃおう。あとこれか。苦キノコもちょっと入れてみよう。あ、これは料理できないのか。じゃあちょっとキノコも。あれキノコはいいんだよね、しまって。今現状これだけか、食材は。みんな何食ってんだろうねわかんないけど。高級カットフルーツ15の15。いや普通だな。料理はできないから取り出さないといけないんだ。はい、なるほど。あとどうせだったらハートをな集めたいけどマジで満足度が低すぎる。みんなそろそろ上がりの時間だね。銀の壁がだから作れるようにならないとちょっと先へ進めないんだよね。あ、作れるわ。銀のタイルの壁すっげえ必要なんだけど、これもめっちゃ必要だ。147って微妙に足りねえな。鉄のインゴットちょっと生産するか。これ自体は大丈夫。いや、やっぱ炉を作ろう。炉をは外しちゃったけど来たな。ほら、待って待って待って、なんでこんなとこに来てんだよ。大丈夫、まだいる。倒したそして上がり。銀10、銅22、鉄28、石炭76、銀90か。結構きついな。2900 やっぱやる気だな。ちょっと待ってね。一晩経って寝ればまあ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 なんとかなんだよな。いや、ここに生産拠点作るか。どこだ。あった、炉。しょうがない、炉を作ろう。家にでっか、そこには置けません。作業台作業台小さ。作業台スペースがない。作業スペースがないな。じゃあここに置くしかないか。ドンしょうがない、本当にしょうがない。ほい、完全に作業部屋だよな。寝るだけここ、まあ、夜になったら寝て、これさ大丈夫なの。本当に俺一回ぶっ壊れちゃったけど、まあ、でもみんな活用してるからね。ここでハートを出してくれればそれはそれでよしました。いつもの、うん、こっちはみんな活用してんな。全然大丈夫。さあこのバニーちゃんも一緒に来てくれる。でこっちか、こっから行くってことはちょっと階段作るか。また2つ階段作ろう。なんか変だな。2マス必要なんだよ。だからこれ置いて、あ、違う。ちょっと待ってね。ここ一回整地しよう。この高さにしよう全部。来い。いや、ここもちょっと穴があると危険だな。危険とか別にないんだけど、おいよし。で1段低くはないか。でここ1回壊して、で1段作って1段作って階段置いて階段置いて階段置いて階段置くと、よしこれでここに行けんな。なんか破壊された跡があるんだけど、枯れ草だから。まずちょっと生産が追いつくまで待たなきゃいけないんだよね。でこれ鉄のインゴット、鉄もう少し作るか。すっげえいっぱいあんだけど、20個くらい作ろう量産体制に入ろう。で銀もちょいちょいできてんな。10個か。待って、銀。銀のインゴットとか、マジで全然足んねえんだけど。お、これでハート溜まったかな。あと11でしょ、11くらい。寝れば大丈夫だ。寝るとみんなね、起きた時にハート放出するから。これでビルドレベルが上がればまたちょっと変わるかもしれないんで。でここも出来上がってんだよね。全インゴット全然ないけど、あ全部出来上がってねえや。さてじゃあ鐘を鳴らします。よし OK。ビルドレベルが上がります。いや結構きつかったな、3にすんの。ビルドレベル3、また来た。すっげえいっぱい来るよね、荒くれ。人多すぎだな。でも多ければ多いほどハートの放出量も上がるからね。たくさんレシピ、絨毯、調理、柄の絨毯、金レンガ、金、あー、窓、金のかがり火、おしゃれテーブル、ラウンドテーブル、レーザーソファーとか、調理、常夏ドリンクあんちゃん、キノコ、森かご、肉料理プレート、小さな噴水、カーテン、なるほどね。ものづくりが高まった。どんだけ豪華なものを作ってくれる気だよ。常夏ドリンク。新しい荒くれも来た。ただちょっと手に余るね。金か、うん、君たちここで何をしているんだ。私たちは認められないい一緒に暮らさない。鉱山街を発展させましょうよ。教団の教えに逆らうようなことを。こんな可愛い子と暮らしたいという筋肉の叫びには逆らえない。教団には秘密でここの住人になろう。内緒で鉱石を掘りまくる。あでもこれでさ、鉱石の掘る量も変わってくるんじゃないか。人が増えるってことは。よし、じゃああとはまた、すっげえいっぱいいる。こいつは早速さ、なんかたかりに来たんだけど、飯を。待ってね、まず何作れって言ってたっけ。シェイカーを置いて左上の部分か、多分。待って、またマスターに聞こう。マスターに聞かなきゃ分かんねえ。バーセット、カウンターテーブル、銀タイルの壁、カウンターテーブルだからこっちの方かな。カウンターテーブル、あここか、なるほど。でその前に銀タイルを先に敷かなきゃいけないんだね、下に。はいはいはい、なるほど、 OK です。足りないけど、おっとっと、すまんね。ちょっとトイレに入ってしまったよ。銀の生産すっげえ遅いんだけど、全然だな。その間だって俺何すればいい。大してすることないんだけど、こいつに乗ってどうのこうのって話にもならないしね。もう地道に自分で銀取りに行く。ちょっと行ってみよっか。そんなに量がないと思うんだよね。200個も300個もダーって入ってくれればさ、いいんだけど、小さい感じでしかないし、もう取り尽くしたところはさないからね。こうやって1個ずつ地道に。はい。いや、もうほとんどないよ。あ、水。上か。いや、でもそんないっぱいないよ。こっちの鉱脈の方とかは？いや、これだけでしょ。効率悪すぎる、効率悪すぎる。でも最初はこうやって地道に取ってなきゃいけないのかな。これって何なの？いや、もう俺のさ、取れるものがないんですけど、銀取って。これでようやく11。あ、こっちか。いや、荒くれさんたち超頑張ってんだな。俺簡単にさもらってさ少ねえよとか文句言ってるけど、あ、さらに奥いけんな。地道すぎる。こんな3000個も必要なの？銀。荒くれさんマジガチすげえ。そしてもう鉱脈ないっす。まあ俺は食料でもじゃあ買い漁るか。はい。いや、もう銀ないよ。取り尽くしたよ。借り尽くした銀を。帰ろう。あとそもそもここ周辺以外あんまり進んでないからね。今回はまあ坑道っていう下のフロアに伸びるマップだけれども、島としては全然行ってない。てかいつの間にか出来上がってんなこれ。よし、投入しよう。また待って、間違えた。これ一回回収して、これをマックス7個。でこれも45個受け取れるか。鉄はもう大丈夫だね。銀壁を先に作るか。これが、あ、でもなんか結構いけない。100個いけんな。ちょうど全部使ってる。でその間にこれができるから、よし、あのタイル部分はできそうだね。じゃあ先にこっちから行こう。今ここでしょ。ここから行こう。じゃあここから、この列から2段はいらないよね。はい、2段はいらないはず。そうだよね、1段1段でいいんだよね。であそこが何だ、何のあれになってんだ。え、わかんねえ。今俺どこにいるんだって。これだって違うよ。ここの列はそうだよね。あれ、ちげえ。待って、わかんねえ。今俺がいるのはどこだこれ。ちょっと待って待って待って、設計図非表示。いや、表示した方がいいな。は？待って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 、マジで分かんなくなってきた。銀タイル。今俺ここ。この列は違うんだよ。ここから。待って。あ、ここからだ。ピヨンってなったら行こう。でここは違う違う。はい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 。でここ多分テーブルか。これカウンターテーブル。あ、そうだね、カウンターテーブルが入り込むんだ。え、カウンターテーブルはどう入り込むの？待って、カウンターテーブルも持ってこよう。これはもうわかんねえ。必要なもの一回全部集めよう。さてさてさて、高級ガラス瓶、これ2個ね。ちょっと待って、その前にいらないものを1回。ステーキはちょっと必要。これいらない。ドッキソと焼きそばもちょっと今はいいや。これ1個。これも1個。銀のインゴとは足りねえ。チャッキーラ、あ、チャッキーラでも作れるか。ポーカー必要。小さな噴水も必要。酒場の壁掛け。あれ違う違う違う。でもこれってあれだ、今早急に必要なものではない。カウンターテーブル5個必要だな、これ。いや結構木材使うな。石のテーブル、これ2つ必要って言ってた。椅子も必要だね、8個。でおしゃれテーブルっている？樽必要そうだな。やば、木材が結構厳しい。で銀の水差しは必要そうだよな。でちょっと鉄回収しよう。鉄じゃねえや、銀回収して。これは一旦大丈夫そう。よし、ちょっと椅子とテーブルを置いてこよう。これ見ながらまずカウンターテーブル、今俺がいるとこどこだかわかんねえ。え、今俺がいるとこどこ？あ、ここ？ん？カウンターテーブルでしょ？どれだ？あ、これか。え、これ？ちょ、待って、マジでわかんねえ。ここも外す。銀のタイル壁、これ何？このえ、これなんだ？何でもいいってこと？ここ銀のタイル壁でしょ？この普通のブロックみたいなの何？特に全てのブロックあれないね。何でもいいってことか。じゃあここマジでマーブル岩、レンガ壁、これにしとこう。壁だからね、所詮。で、おい。で、この上に左にいますか。いや、どうしようかな。グレー岩。これ銅の壁か。板の床か。これをこう。ちょっと板の床にすんね。じゃあ床だから床の方がいい。14日か、個数的にも大丈夫。ここ一回敷き詰めよう。これは何でも良さそう。でこうで、そこからさらに銀のタイル壁が来るから、やっぱここはこれでいいのか。ここあれ入らねえな、なんでだ。位置が微妙に違うのか。でこうこうこう、ここはここもか。まあいいや、ちょっとここまでにしとこう。で銀のタイル壁のアイアンは全然後だからな。でここは何でも良さそう。ちょっと分かんねえねえからこれでいいや。でカウンターテーブルが、カウンターテーブルはここから入るはず。そうだね。12、34で5で、そこからおしゃれテーブルとか向こうだ。石の椅子、椅子がだからここか。後ろ落っこちるぞこれこんなところに座ったら。で1234、後ろの方はいいや。あとなんだっけ、タオルとかこれに必要そうだけど、まあ、ちょっと一回ほっとくか。ジョッキ、ジョッキはもうあそこにしか必要ない。あ、シェイカーか。シェイカーが2番目のところ、ここバーセットで、さらに銀だな。銀の水差しみたいなやつを作んなきゃいけないと。やってるうちにもう夕方だからな。銀、あこれか。ゴージャスなバーセット、これをここか。はい、よし。プールの建築が進み鉱石の採掘量が上がった。何でもいいとか何でもいいんだね。この床みたいなやつ OK。 バーカウンターが完成。地下深く切ない恋の物語、よければお話ししましょうか。まあ、聞いてみるか、せっかくだから。長く美しい髪の乙女がやってきた。たくましく輝くような島の男に恋をした。男は島の人気者。次第に嫉妬心に苦しめられ、島の人々と男を憎むようになった。メデューサじゃないの。男を殺し、自分は地下深くに戻って二度と出てこなくなった。はあ。ビルダーの鐘を鳴らして、あ、これもうやったっしょ。もう大丈夫、OK。鉱石が不幸をもたらす。今思えば間違いだったとよくわかる。教団はこう説いた。鉱石の輝きが欲を生み、争いが起きる。光が目をくらませ、人は我を失う。しかし鉱石の輝きは人々に希望を与えるもの。争いを生み出すのでは決してない。木の床みたいなのがちょっと欲しいな。さて次の依頼、あこいつか。プール作りも行動の探検もいい感じ。バーの看板メニュー、たくさんの素材で作ってみたい。焚き火だけじゃうまくいかない。食材を2つ入れられるフライパン、フライパンを作ってキノコキッチンの焚き火の上に置く。フライパンはでも鉄でできそうだからね。焚き火の上に乗せるといろんな料理ができる。はい、了解です。こいつはなんだこんないかつい男たちに囲まれながら相変わらずヘラヘラした顔。ポーカーテーブルを作ってくれないか。プールに遊び場があればやる気も出る。石の椅子、石のテーブル、ポーカー。OK。後で置き直すも手間だから、石のテーブル、石の椅子の足元にはアイアン壁。おーい、了解です。こいつ何しにここに来てんだ。ここも埋めよう。こういうわけのわかんないやつが来るから。よし、お前ちょっとここは封鎖します。封鎖空間になりました出てった。ちょっとこっちまであれは広げない。みんなさ、なんかうわ来たこいつもなんでお前らこっち来たがるの。ちょっとここは閉鎖します。立ち退いてください。直ちに撤去、退去か、退去してくださいいけません。人がいるから。こいつ動けなくなった。まあいいや、しょうがない。お前はそこで一生過ごすんだ。はいはい。お、上がりの報告の時間だ。銀11。あ、まあ銀だな、やっぱり。130いくつ出てた。全然まだまだだ。はいはいはい、出てきなさい、もうあなたは。来い。こいつはどうしてここへ来たがるの。なんか魅力でもあんのここに。はい、お風呂入りたい。そこには送れませんこいつもう永遠にこの中だ。もう知らんがな。鐘の音を鳴らせばみんな来るんじゃないか。よし、鉄はもう大丈夫だね。152は相当ある。みんな来る。あ、来たどうやって抜け出してきたのかは知らないけど、よし今のうちにあそこ封鎖しよう。どこだ。ここらへん。はい、これで封鎖。これでいいでしょう。で夜が来たから銀だな。ちょっと銀をなんとかしたい。12345、まあ54しか作れねえか。5くらいがちょうどいいんだよね。よし、これも回収。よし、ちょっとずつ増えてきたね。寝てからなんだっけ、あれフライパン作ろう。だと俺が回収してきたものもお料理のところに入れないとね。フライパンあった。鉄でしょ。うわ、木材使うのか。みんな群がりすぎだからフライパンを置く。はい、フライパン調理台。焚き火の上にフライパン。食材2つ。島の名物のキノコ、生肉。ほいほいほい。キノコと生肉をフライパンに入れる。なるほど。ちょっと待って、みんなさあ、もう生肉ね、全部ステーキになっちゃったか。キノコはじゃあ1個取り出そう。キノコと生肉買ってくるか。カリの時間、荒くれの人数が半端ねえことになってんだ。みんなどこで寝てんだ。何があった。あ、木材から足りなくなってきたの。今のところは生肉は1個でいいや。帰りにいるウサギを飼って、その分の生肉を調達する、そういう感じでいこう。生肉自体はね生産できないからね、作物と違って。鉱石がある分ちょっと食べ物系が若干不足するね、ここは。さて、じゃあここの町にまた入りますか。で、回収しよう。銀53個、結構いけそうだな。それでは入れる、あとは入れる、料理する。なるほど、 OK ですと。じゃあこの肉はしまっちゃおう。で、あとはポーカーか。ポーカーテーブルね。ポーカーを作るためにはどれだ？壁掛け家具じゃなくて鉄のインゴットで大量に作っとこう。必要な分だけ123、あ、よし OK。 鉄のインゴット全部置いちゃおう。鉄のインゴットっていうかアイアン全部置きます。あれ、ポーカーどれだ？分類がわかんねえ。あ、これだ。ポーカー持ってんね。ちょっといつ作ったか忘れちゃったけど、キノコハンバーグ受け取る。キノコハンバーグを初めて作った。こいつはもうどっから来るのかわかんねえんだけど。はい、ああ、いいよ、あげるよ。これを食べれば毎日忙しく働いてくれる荒くれのパパの疲れも取れそう。みんなの体を気遣うなんて優しい。生産量上がる？いや、これで生産量上がんないの？いいや。じゃあちょっとここまた作りましょう。鉄を引っ張り出してきます、アイアンで。ちょっとアイアン系は置いちゃおうもう。アイアンってどこだっけ？先ポーカーを見ないといけない。どこ？あ、こっちの方ね。じゃあ左下、ここら辺をまずはアイアンで埋め尽くす。なんか変なやつが来たんだけど今どこにいる？ここ？お前なんだよ俺今忙しいのよ。はい、ちげえ、これテーブルだった。一回邪魔。これは違う、これ。はい、ここら辺一帯は全部アイアンだね。ここまでアイアンか。ここまで、あ、ここはアイアンじゃない、ここまでアイアンか。ほいほいほい。ほい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 と。で、とりあえずここができました。で、そこからなんだっけ、ポーカーを置くのにまた椅子が必要なんだよね。椅子はでももう持ってっから、ちょっとこれ一回戻とう。で、どこら辺だ？ここっぽいな。まずここ。ちげえ。ここ？あれ、ちげえ。どこだ？一個くぼみが出てる。ここのはずなんだけどな。なんでだ？ちょっと待って、拡大して。ここ？あ、ここ？全然違ったわ。あ、一緒のテーブルだからだ。で、ここに椅子か。はい、あ、そうだ。で、ここにポーカーを置きます。ポーカーテーブル OK。採掘量アップと。何にも言ってこないけど、まあいいや。ちょっとアイアンの壁はもう敷き詰めちゃおう。あとはここ。あ、来た。防火テーブルができた。部屋の中に娯楽があれば住人たちがより多くのものづくりのかけらを落とす。ペロの頑張りにはほどほど頭が下がる。親父であるアーマンを気遣って荒くれのためにバニーになってハーゴ軍とも戦う。女としてペロに興味があるわけじゃない。ペロは俺の天使だ。だからお前にペロはやらん。おお、まだなんか言ってんな。荒くれたちの数もかなり増えた。銀の鉱脈を探してほしい。今はまだ1つだけだが銀の鉱脈はまだまだある。鉱脈を3つ見つけてくれ。なるほど、 OK。 ひろひろ来るな。銀の鉱脈を探して行動に行く。これあげる。あ、お、今度キノコハンバーグになった。あなたの真似して作った。うまくできたかわからないけど食べてみてと。ワープを使って昇降基地に行くとすぐにマッシモに会える。 OK。 その前にこれ、腹が減りすぎてる。キノコハンバーグ45%。 お前なんだ、真剣な足。お前はペロのこと不憫だと思わねえか。荒くれに囲まれて毎日楽しそう。本気で言ってんのか。闇的なあれか。暑くて砂だらけのこんな場所にいて不憫に思わねえかって言ってんだよ。シャワールームいいね。プールの近くにあると便利。部屋の壁は銀のタイル。シャワーとついたて、壁掛けタオルを1つずつ置いてペロリのシャワールームを作ってくれ。シャワー、人が近づくと吹き出す。割と欠陥品だな。ではちょっと待ってね、もう一回アイアンの壁をん、ここアイアンの壁。あ、そうか、割と凝ってんな。じゃあここかと。多分左右対称だからね。でさらにちょっと右側も同じくアイアンを揃えちゃおう。ポーカーしてる。こいつら賭け事に夢中か。でちげえ、ここからか。ほいほいほいっと。ポーカーに飽きたか。ここもそう。あとは何、真ん中、あの真ん中にも来るのか。ここね。でさらにここか。ここまでか。ここまでが、あ、そうだね。だと上に行くか。上に行って、123、上から123123、外側だけも作っちゃえば大丈夫。12、どこだと。まだ置いてなかったってこと。ちげえな。どこ。ガチでわからん。2段目も、いや、そんなことあるないな。ちげえな。今俺がいるのはここです。ちょっと落ちちったよ。はあはあはあ、もう本当に分かんねえ。でここです。1段目、ここ、あ、ここで待って、こうだと3列全部敷き詰める感じか。ここから、ちょっと待って、3列全部、嘘、これ全部そうなの。間違えた。ここアイアンなの？あれ、ここアイアンだっけ？いや違うはず。ほい、これ全部アイアンね。であとこの3マスもアイアン。ここアイアンか。あ、なるほど。いやマジでむずいんだけど。でここから先全部アイアン。いや大変だなこれ作るの。しかも間違えた。巨大プールとかよくこんなもん作ろうと思うな。はい、でそこら辺にさ1個ポコって置いてあるやつさ、これ間違えてるやつだと思ったんだけど、なんでこんなとこに1個置いてあんだみたいな。よし OK で、あとこっち側大丈夫か。さてさて、そこで1段目はもうアイアン敷き詰めたってことは2段目だな。ここら辺、あとはここでもう一個、ここもそうか。でここでここちげえ。ここ違ったよね。今俺がいるのがここだ、ここちょっと右に行こう。いやわかんないわかんない。ここちげえ、ここちげえ、ここちげえ、ここ、あここか。で超むずい、マジで超むずい。あとはどこだ？ここ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 ？はどこ？これ全部違うんだけど。ほい、今ここにいます。ちょっと待って、2段目はもう終わったのか。0段目、1段目敷き詰めました。で次ここ。これの1個隣か。ここか。違う。ここ。あれ、どこだったっけ？わかんなくなった。ちょっと待って、今、ここを起点に置いて。1個右、これが今ここに置いてあって、1個右、1個右の一番上とその下、一番上と、え違う、一番上とここか、その下、あここか、もうほんとわかんねえわ。だって回収しとかないと足りなくなる恐れがあるから。で次、あと足りないのかっけ。そもそもさ銀と組み合わせなきゃいけねえじゃん。あ違う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 、今これが、あちょっと待って、これがここに来て今俺ここに立ってんだ。で2個12個、1段目2段目でさらにもう1個、あなるほど上に乗せるのね。ほいほい、さらに上に乗せました。3段目次で、そこを123456612、えマジでこれさ、木の床が必要で、ここ一回乗っかって、この上からか、こう、あそうだな、でこう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 、ああなるほど OK です。これありがとうございます。次で一旦ここでこう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 で、そこに置けません。ちょっと待って、こうこうでこう、よしよしよし、だいぶ難しいな。でさらにもうここ完成させちゃおう。で銀タイルも必要になるんでしょ。アイアンがさらに隣に12が、ちょっと登れねえんだけど、隣にアイアンが12、これがいらない。と回収、ここも上に登んなきゃいけないから、登れねえ。もう一個か、もうまた夕方になるぞこれ。12、よし。でここがいらないちょっと長くなっちゃってんな。これだけじゃ完成させて、上がりの数だけ確認して敷き詰めて次始めよう。銀13個、こいつはあと何個か分かんないけどいっぱい。じゃあちょっと大変なんで、これ一旦完成させてから、次回やっていこうと思いますので最後ちょっとぐだっちゃったかもしれませんけど、今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、Twitter のフォローしていただければ幸いです。